皆さんこんにちは、生き物界の水野良樹です。プロデュース101ジャパンシーズン2がいよいよ始まるということで、僕も、国民プロデューサーの一人として、すごく楽しみですし応援しています。前回のシーズン1ではさよなら青春という曲をファイナリストの皆さんに歌っていただきました。やっぱりこのファイナリストになるまでのストーリーを経た上で、あの方々が歌うとちょっとこの歌にも違う意味が加わるなということをすごく感じました。まあ、そこら辺がですね、このプロデュース101の面白いところ、もう見どころなんじゃないかななんていうふうに思ったりもしています。さあシーズン2、今から応募しようと思っている方もたくさんいらっしゃると思います。応募する方に求めることは何ですかというふうに聞かれたんですけれども、やっぱりこのストーリーに耐えられることですかね。やっぱり出会いと別れがあったり、成長しなきゃいけなかったり、壁にぶつかったり、いろんなことが多分こう応募者の皆さんにはぶち当たってくると思うので、そういうこう自分に迫ってくるストーリーに耐えられる人をやっぱ求めるんじゃないかななんていうふうに思ったりします。ぜひですね、皆さんが見せてくれるストーリーを国民の皆さん、そして世界の皆さんが待っていると思いますので、応募してみてください。僕らも楽しみにしています。